長崎県の魅力といえば美味しいご飯と、いやー豊かな自然ね、佐賀県も負けとらんと思うばってね、富士福島とかね、綺麗かもね。じゃあちなみに、おいすんどところ佐賀県ばって、佐賀県のお母さん、お母さん、メガネ拭きをなんじゃなかった佐賀県のイメージ、お隣の長崎県民からしてみる。田んぼ、出た。やっぱ田んぼやもんね。ほら、長崎県の方がやっぱお芋栄えとって思うし、今佐世保ばって、佐賀市と佐世保の人口あんま変わらんばって、やっぱ佐世保の方が栄えとるよね。インタビュー、お母さんと娘さん答えてくれたで。佐賀の一泊旅行、え、佐賀の一泊旅行、いや、ちょっと待ってくださいね。海苔、おー、有明海苔です。大好きやインタビュープレゼントで、ありがとうございます。いえいえ、よかったよ、ありがとうございました。